1ヶ月ぐらい何もできないのかなって思ってたんですけど、はい、もうなんか全然大丈夫です。そうなんです、はい、飛行機に乗って沖縄の方にダイビングしに行って、はい、あとゴルフもやっちゃったんで。本日は二の腕脂肪吸引の3日目の経過ですね。本日もですね、桃瀬里さんに二の腕脂肪吸引の経過についてちょっとお話ししていただければいいかなと思います。これが今3日目なんですけど、どうですかね、なんかあんまり内出血してないかなと思うんですけど。あ、そうですね、うん、ここちょっとだけであんま気にならないです、うん、これですね、はい、まあ、こっちとかはなんか全然してないかな。こっち左手なんですけど、ここちょっとやっぱ内出血してますかね、まあ、そんなに、うん、こっちもじゃあこれですかね、ちょっとしてるぐらいですかね、うん、あとはもう肌の色とかもあるんで、ね、個人差ありますけども、うん、3日目の経過ですね、その結構ダウンタイムを抑えながら行ったそのベーザ併用のアキスル脂肪菌の3日目の経過ですね。どうですか、3日目なんですけども、痛みとか内出血とか全然痛くないですね、はい、もう手もこんなに上げれて。どうですか、思ったよりじゃあ全然辛くない。うん、よく筋トレするんで、はい、そっちのなんか筋肉痛の方が痛かったりもします、はい、痛かったりします、うん、激しくやると、はい、やっぱすごい来るんで、うん、なんか物持てないとかあるんですけど、はい、家に6キロぐらいの猫いるんですけど、普通に1日目から抱っこしたりしてたんで、はいはい、全然痛くなかったですかじゃあ自分が思ってるよりも辛くはなかったですね。なんか想像してたのよりは全然痛くなくって、うん、はい、もうあ、こんなもんなんだみたいな。じゃあ全身やってもいけちゃうんじゃないかと思ったんですけど、はい、今今日3日目なんですけども、うん、どうですか、1日目と2日目と3日目だったらどれが一番辛かったとかあります？1日目がやっぱりちょっと着るじゃないですか、はい、あのガードルみたいな、はいはい、あれが着るのがちょっと痛とかって思ったりとかはしたんですけど、うんうん、そうですね、確かにちょっと自分で着るのはちょっと大変かもしれないですね、うん、締め付けれるし、うんうん、ちょっと大変だなみたいな。こっちも筋肉痛でこれでグッて引っ張るじゃないですか、はい、それがちょっと痛かった、うんぐらいで、うん、あとは全然寝る時も普通に爆睡できたし、うん、はい、特に痛くて起きるとかなかったです。痛くて起きるはないです、はい、やっぱ人によってはちょっと軽くあの肘のところまで、はい、軽くむくむっていう感じで、なんか例えば時計とかつけてる人だとなんかいつもちょっとはめづらいなとか、うん、そういった感覚あるかもしれないんですけども、なんかこの辺がむくんじゃって手がなんか開かないとか、そういったことは特にないと思うので。ないですね、私も2日目ここら辺ちょっとすごい、うん、あのむくんだんですけど、うん、今日の朝起きたら、うん、もうすっきりしてるんで、はい、はい、二の腕脂肪吸引の1週間目の経過についてちょっとインタビューしていきたいと思います。で、桃瀬里さんがなんで二の腕の脂肪吸引しようと思ったのかとか、別の動画でご紹介してますので、ちょっとそちらを参考にしてみてください。今手万歳できます？はい、できます。余裕な感じです？そうですね、ちょっと引っ張られる感じはあるんですけど、うんうん、全然余裕って余裕です、はい、どんな風に過ごしたかとか、なんか教えていただきたいんですけど、どうですか、普通に過ごせました？結構アクティブに動いちゃったんで、はい、まあ、飛行機に乗って沖縄の方にダイビングしに行って、はい、30メートルまで潜っちゃいました。あ、そうなんですか、はい、インスタフォローしてるんでインスタ見せたんですけど、はい、綺麗な海でなんかしてるのかなと思ってて、はい、まさかダイビングはしてると思わなかったんですけど、ダイビングしてたんですね。ボンベが重いんで、はい、それを背負う時だけ、うん、うっってなったけど、うん、でも潜っちゃえば、うんうん、あの重力があんまないんで、はい、大丈夫でした。大丈夫です。1週間目まで、はい、今まで脂肪菌した後の1週間目までの間と、このボレドっていう着圧器、まあ、着てると思うんですけど、うん、なんかあれをやっぱ自分で着るのもすごい大変っていう人結構いるんですね、はいはい、なのでやっぱなんかダイビングのウェットスーツになると、うんうん、なんかあれよりもうちょっと着るの大変そうなので、うんうんうん、なんかそれってどうなのかなってちょっと不思議に思ったんですけど、どうなんですか？いや、もうなんか勢いですよ、ガッていっちゃえば勢いですか？その時にちょっと歯を食いしばって言ってやれば、うん、はい、はい、大丈夫そうですか？大丈夫なんで。なるほど、じゃああんまり特に痛みとかはなかった？そう、なんか傷も早く塞がってたと思うから、はい、別にこっから出血するわけじゃないから、うん、グイッてやっちゃえば、うん、その後、うん、痛みが続くことはないんで、はい、一瞬我慢すれば大丈夫だと思います。大丈夫ですか？はい。で、まあ、ダイビング結構30メートルって割と深めだと思うんですけど、うん、潜ってみて
なんかその人も痛くない感じですよね。水の中のと全然痛くないです。水の中の方は痛くないです、逆に。あ、本当ですか。はい、はい、でも全然本当に内出血出ないですね。そうですね、全く乾燥してるぐらいです。そうですね、乾燥しちゃうんですよね、1週間目は、うん、やっぱりずっと着圧着とか着てると思うので、乾燥して痒くなったりする方多いので、うん、この辺はやっぱり夏とか冬とか関わらずクリームとかをつけていただければいいかなと思います。ダイビングもやっちゃう人もいるっていうのはちょっと参考にしてみてください。本当にダイビング趣味の方って結構多くて、結構本当に質問されるんですよ、はい、いつぐらいからしていいんですかって、うん、僕は今までそのダイビングとか、まあ、様子見つつ2週間目ぐらいからだったらいいんじゃないのかなっていうふうにお答えしたんですけど、うん、まだ1週間目でする人がいるとは思わなかったので。あとゴルフもやっちゃったんで。あ、そうなんですよ。ゴルフも結構する方多くて。多いですよね、最近すごい多くないですか、はい、ゴルフとか。特にやっぱゴルフ結構定期的にやられてる方ってやっぱゴルフのレッスンとか行ってたりして、うん、定期的にラウンドされる方が多いと思うんですよ、はいはい、だからやっぱ1ヶ月もゴルフできないってなっちゃうとやっぱり辛いなと思う方いると思うし、それも1週間ぐらい多分大丈夫だと思う。大丈夫ですよ。なんか動かした方がいいって言ってたじゃないですか、はい、だからまあじゃあどんどん動かしちゃおうと思って。なるほど、動かした方が本当にむくみとか、はい、内出血の速さとかっていうのは早いと思うんですね、うん、あとは突っ張りぐらいですよね。ゴルフってなんかスイングすると思うんですけど、でもなんか全然大丈夫ですね。そうなんですね。わかりました。だからなんかその最初に思ってたのは1ヶ月ぐらい何もできないのかなって思ってたんですけど、はい、意外と、はい、なんか自分で体のことわかるじゃないですか。分かりますね、あ、これいけそうだなっていうのが、うん、それが大丈夫そうだったんで、はい、そうですね、自分が大丈夫だったら、何でも自己判断で自分が楽なことすればいいと思うんで、うん、そのダイビングとかゴルフしてそっちの方が楽っていうんだったら、全然楽なことした方がいいと思うんで、うん、なんかそれがすごく辛いんだったらなんかちょっと違和感がなくなるものになっていたらいいだけだと思いますので、そうですね、うん、その辺のなんかスポーツとか自分の趣味とかいろいろあると思うんですけども、ご自身で判断していただければいいかなと思います。必ずしもできるって言っちゃってなんか責任感じちゃうんで、そうですよね。あくまでも個人差だと思いますので、はい、本当に痛みの感じ方とか本当それぞれだと思うんですね、うん、ご自身は本当に痛みすごい弱いので、はい、なんかいろんな精通受ける時もかなり痛なっちゃうと思うんですよ。なんですけども痛み強い人もいると思いますので、ちょっとその辺は本当に参考にしていただいて、全員が全員やったら大丈夫ってわけじゃないと思いますので、はい、あくまでもそういう人もいるということでいいのかなと思います、はい、あとはなんかその二の腕脂肪筋して今1週間目経ちましたけど、はい、なんか二の腕脂肪筋考えてる人になんか1週間目まででなんかアドバイスとかってあります？アドバイスは、うん、まあ、まずその1日目はやった日とかは安静にしてた方がいいと思うんですけど、もう2日目以降は私どんどんもう家事もやってたし、もう遊びにも行ってたんで、お酒飲まなければ、そうですね、お酒飲まなければ、お酒飲む遊び以外しなければいいんじゃないかなっていう。そうですね、あとは普通に生活ができたっていうのが私の意見ですね。はい、ダウンタイムとかすごい気にしてる人とかいたとしたら、うん、これからの時期特に冬で、うん、長袖とかも着るじゃないですか、うん、やったこともバレないと思うし、うん、今からめちゃめちゃいいと思います。そうですね、はい、まあ、すごくいい時期に来てるのかなと思いますので、うん、本当に冬の方が夏に比べると二の腕脂肪筋したいっていうお客様結構増えてきますので、うん、二の腕脂肪筋終わった後のダウンタイムの過ごし方とか、それもなんか不安に思ってる方はちょっと参考にしてみてください。ダウンタイムが怖くて不安でずっとベッドの上にいる人の方が回復本当に遅いんですよ、うん、あ、そうかもしれないですね、はい、結局むくんじゃって、うんうん、なので可能な限り普通の日常生活をしていただいた方が本当に治るのが早いので、それもちょっと参考にしてみてください。本日は物瀬さんに二の腕脂肪筋の1週間目の経過をちょっとご報告していただきました。また今後の経過につきましては、また別の動画でもご紹介しますので、ちょっとこちらを参考にしてみてください。この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録といいねボタンを押して応援をお願いいたします。そして何か質問とかありましたら、コメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。